大谷翔平投手や山本義信投手が加入したドジャースは、分厚い選手層も強みの一つだ。米専門誌、ベースボールアメリカ、によると、マイナーのランキングで投手は2位、打者は1位。上昇軍団と呼ばれるにふさわしいチーム作りを進めている。2023年まで11年連続でプレーオフに進出しているドジャース。今後も明るい将来が期待されるデータがある。 同志が公式 X、Twitter に記したところによると、データ解析ツール、スタッドキャストの投球データを解析した結果、マイナー球団のランキングでレイズが1位、ドジャースは2位、ヤンキースは3位だった。さらにプレイ解析システム、ホークアイによると、打者のランキングでドジャースが1位、ヤンキースは2位だった。マイナー球団の充実は、メジャー球団の成績に直結する。 大谷は今回のドジャースとの交渉の際に、選手育成の哲学とマイナーリーグの状況について質問したという。チームの将来を見定める上で欠かせない要素だったのだろう SN。SNS では、ドジャースは常にトレード不可のプロスペクトを抱えている、ドジャースとヤンキースはずるい、というコメントがファンから寄せられた。下部組織も充実しているドジャース。今後も長く繁栄 が続きそうだ